今日も毛穴しまき回してこう。どうも深くんです。あ、違った。どうもステンレスゴーダです。はい、ということでということで、まあいいや、今回はね、初心者向けの動画を作っていこうかなと思います。まあ皆さんコンパス頑張ってますか？うん、頑張ってる。ああ、いいことですどこからメスなんだ俺は。まあ、今回はタイトルとサムネ見てもらえればわかるかなと思うんですけども、デッキの作り方ですね。デッキの作り方を今回は紹介していこうかなと思います。で、前回というかもう7ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まあ前回はね、あの広く浅くっていう初心者向けの動画を作ってるので、まあまだ見てない人は、見てない初心者の方はね、ぜひあの画面の右上とかから今なんかピョって出ると思うんでそれも見てみるといいかなと思います。はい、ということで早速、紹介していきましょう。まずヒーローですね。まあ、ヒーローには、まあ、4つのロールがあるんですけど、スプリンター、タンク、ガンナー、アタッカーと4つあるんですけども、まあ、このロールによってカードの組み方、まあ、ロールの中でもそのキャラによってのデッキの組み方が違ってきますね。まあとりあえず、まあ、代表的なデッキの組み方、十文字あたりは、まあ、みんな持ってると思います。初期キャラなんでね。で、どんなカードを入れればいいのかなって、そのキャラの相性のいいカード、どんなカードなんだろうっていうとこからまず始めます。で、それを見るためにはこのキャラの画面の右上にね、なんか変な虫眼鏡にプラスって書いてるマーク、これ押します。はい、そうするとこんな感じの画面が出てきます。まあ、スピード自慢のゲーマー少年とかいろいろと紹介が書いてるんですけども、ここですね、カードスキル発動速度、こういうのがねあるんですよ、各キャラに。で、この十文字あたりだったら近距離が速い、遠距離遅い、周囲が波、連続が遅いっていう感じで書かれてるんですよ。で、まあ、発動速度なんで、まあこの速い方、近距離速いんですけど、それだと隙がね少なくなります。で、隙が少なくなるとどうなるかっていうと、まあこのカードの発動中に敵に攻撃されにくくなるんですよね。なので十文字あたりだったら近距離カードを入れるといいと思います。このキャラによってね、得意なカードってのは変わってくるので、あ、このキャラ使いたいなと思ったら、まあ今のようにね、虫眼鏡のプラスマークをタップして、このカードスキル発動速度のとこを見てもらえればいいと思います。まあとりあえずこの当たりのデッキの組み方から見ていくんですけど、まあ近距離が速いって書かれてたんですよ。うん、じゃあ近距離いるときはいいやと思って、近距離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 まあこれ極端だけど、あ、これじゃめっちゃ強いじゃんってなるわけではなくて、カードの種類もありまして、まあこんな感じの、防って書いてるんですけども、まあ、防御用のカードがあるわけですよね。まあカードをタップすればね、こんな感じで説明が出てくるんで、これだったら被ダメージを 40% 減らすっていう、まあ例えば100ダメージ食らうとしたら、これを発動させてる時間は60ダメージしか食らわないよっていうことですね。で、とりあえず、絶対に入れておいた方がいいカードがこの棒って書かれてるカード、そしてもう一個、この癒しって書かれてるカードですね。これ回復カードなんで、この2つは絶対入れといた方がいいです、この2つ。で、この防御カード、まあ、コンパス内ではダメかって略されてます。ダメージカットの略でダメかって言われてるんですけども、このダメか、そして回復、でもランクによってね、この効果が違ってくるので、まあ、ウルトラレアとかだったらもっと効果がすごいので、まあレアリティが大事かなって思います。で、このゲームはね、あの強化カードを強化して、あのレベル上げてね、ステータスを上げることができるんですけども、まあとりあえず最初のうちはね、あまりというか、そうだな、まあ上げるとしたら S レア、最初ね、確かこの近距離の3つのカードのどれかが出るはずなので、まあこの近距離のカードとか後々使えそうなカードをね上げていくといいと思います。
で、まあ、リセマラしてね、このカードとか、このカードとか、このカードとか、この3つのカード、どれか当てれていれば、これのレベルを上げるといいし、このエナジーっていうの、すごく大事になってきます。普通に無課金とかでやってると、全然足りなくなるんで、あ、これもレベル上げよう、これも上げようってやってると、絶対足りなくなるんで、エナジーはね、本当に大事にしてください。なので、まあ、初心者、の人はこんな感じのカード構成になるのかな。うん、本当に始めたての人はこんな感じのカード構成になるかなと思います。で、ロールの中にはこのロールには絶対これは入れた方がいいっていうカードがあるんですけども、まあ絶対、ほぼ絶対って言われてるのがこのタンクっていうキャラですね。この盾のマークがついてるキャラ、このキャラは絶対入れた方がいいっていうカードが決まってて、で、それが何なのかというと、C ランク以上でゲットすることができる、これ、どこにでも行けるドア。これは絶対入れた方がいいって言われてます。タンクっていうロールのキャラは。なので、これがないと、あのキャラ何やってんだよって、批判されることが多くなってしまうので、このタンクっていうキャラ、まあ、耐久するキャラを使うときは、どこにでも行けるドアを入れた方がいいです。なので、初心者はね、あまりタンクは向いてないかなと思います。Cランクにならないと、このカードはゲットすることができないので、はい。で、あとはそうですね、このリリカとか、マルコスとか、これの詳細を見てみるとですね、全部遅い遅い遅い。で、連続だけ波。じゃあ連続入れればいいんだなって思うかもしれないんですけど、この発生速度が波はちょっとね、あまり使えないんですよ。例外もありますけど、基本的に波じゃ遅いんですよ。だから速いじゃないと基本的に使えません。なので、こういう場合じゃあどうすればいいのってなるんですけども、このカード発生が遅いキャラっていうのは基本的に通常攻撃が強いキャラになってます。ってことは、まあ普段の自分の力を強くする、こういう感じのね、自分の攻撃力を12秒間チューアップとか、これバフって言うんですけど、バフとか自分を強化するようなカードだったり、あとはまあ初心者の時はあまりもらえないのかな、敵を弱体化するカードもあるんですよ。その弱体化するカードの中で一番強いのはこれなんですけど、まあ1番1、2を争うぐらい強いカードがこれ、ドリームマジカルスクエア。これね、S1 にならないとゲットできないんで、まあ初心者の人はね、ほとんどゲットすることができないんですけど、そういう弱体化とか強化とかっていうカードを入れるといいです。このキャラも、早い。全部遅いだね、このキャラは。このキャラ全部遅いので、まあ通常攻撃が強いんだなって思ってください。まあこういうキャラは、まあ1枚だけ自分を強化、または敵を弱体化させるカードを入れて、この防御カードを2枚入れてもう1枚回復っていうのが多いです。ただ初心者の時は、まあ、防御カードあまりもらえないので、まあこのノーガード戦法だけあればこんな感じのデッキ構成にできるかなって思います。で、ちょっと脱線するんですけど、この機能知らない人たまにいて、このデッキに組み込まれてるカードを横にスライドすることができるんですよ。これで、まあ、自分が使いやすい位置にこうカードを移動させることができます。うん、とりあえずデッキの組み方はこんな感じかなと思います。あ、で、たまにこれ、こういうの積んでる人いるんですけど、なかなか使いづらいんで、これ。ライフ 100% 回復するじゃんと思って。あ、これ強いじゃん。こっち 30% だし、こっちの方がいいじゃんって思うかもしれないんですけど、このスタート地点に戻るっていう効果がもう全部を台無しにしてるんで。あまりこれは使わない方がいいと思います。普通に回復を入れてください。はい、ということで、初心者向けのデッキの組み方をさらっと、紹介したんですけども、まあ、この動画を見てる、コンパス初心者じゃない人ですね。あ、こういうことも紹介しといた方がいいんじゃないのっていうのあったらね、コメント欄で教えてください。あ、確かにそれも必要かもなって思ったら僕、動画作るんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回はこんな感じで終わりにしようと思います。それでは、フガくんでした。間違えた。ステンレスゴーダでした。バイバイ。